昔ゼミカはセミジ化に属するトガの一つ。複数の化石種と二種の原生種が含まれる。近メゼミカとも呼ばれる。本科はセミカの姉妹群であり、セミカと共にセミジ化を構成する。大きな全境生板が後方に伸長し、中境線の大部分を覆うこと、全死 RP 脈が羽の基部近くから生じること。 鼓膜を描くことなどが、セミカと異なる本家の特徴となる。本家は、中世代に栄えた分類群で、基地の最古の化石記録はおよそ2億年前のものである。ジュラキから白亜紀にかけて特に繁栄し、タイサイズなどの形態もかなり多様化していたと見られる。新世代の化石記録は少ない。化石記録は、北半球からのものを主とするが、 南半球からも少数の化石が得られている。20以上の化石種が知られるが、現正するのはオーストラリア及びタスマニアに分布するテタガークタ属の2種のみであり、これらは依存的な分類群とみなされる。本家のタイプ属テタガークタははじめセミ科に分類されていたが WL ディスタントによって独立の属とされ、EE、e. ベッカーミディソバによって独立のトガとして認められた。 分類体系によっては本家をトガとして認めずに、セミカまたはティビサニデイカの赤とするも場合もあるが、現在では本家とセミカをセミ状化の二大系統とする分類体系が広く認められており、原生種を対象とした分子系統解析の結果もこれを支持している。本家は、シミアクションによって、ケ系ドプロズビリニ赤とテタガークティニアカの二赤に分けられる。本家の怪分類に関しては、 シャーベ株に詳しいが、2008年以降も、新種記載が相次いでいる。ここではモールズによる化石種の目録を紹介する。原生種に関しては講述する。ファイル、3枚面儀、PNG3 枚面儀、チェン、チャン &B1、2016パラテタガークタゼレンリカ、コファスモールズ、2015ジョージズの通り、本家の原生種として知られるのは、 デタガークタ族に属する2種のみである。このうち、ティークリニータはオーストラリア南東部に、ティーとメントサはタスマニアにそれぞれ分布する。両種は互いに非常に禁煙であるとされる。成虫は、日中は樹皮下に隠れ、夕方や日没後に活動を始める。体寒性を示し、冬にも見られるという。成虫は、頭の横幅が小さく、体表に毛を多く有する。 死于ともに小さな発音膜を有するが、共鳴質や鼓膜器官を書き、セミ科のような音による主内コミュニケーションは行わない。音は生成しないものの、この発音膜は気質振動を生成し、振動によるコミュニケーションのために機能する。ありがとうございます。